皆さんこんにちは。今回もあつ森、やっていきますよ。まずはこいつを見てくれ。私、つい最近までこのことを知りませんでした。こんな感じで、外に音楽が鳴るものを置いて曲をかけておくと、たまーにこんな感じで、歌ってくれるみたいです。私、外にスピーカーを置いたりすることがなかったので、このことに気づきませんでした。私のように、これに気づかない人も、意外といるんじゃないでしょうか。あ、そうそう、最近島をだいぶいじくり回してたら、島の評価が、5つ星になりました。よかったよかった。柵を立てまくったり、株を置きまくったり、交配させるために、花を植えまくったりしてたら、5つ星になってましたね。この辺り、もともと家があった場所ですが、黒土に塗り直して、柵を立てて、花の種類ごとに区分けしています。もしかしたら前のパートでも同じような感じで紹介してるかもしれないですが、だいぶ前すぎて覚えてないので、一通りお見せしたいと思いますよ。住人の家は、右上の方に固めてあります。あの辺りだと、物を置いたりするのに邪魔にならないですし、私の家からも近いですし、レシピを作っている人を探すのも楽ですからね。そうそう、5つ星になったので、スズランも咲きましたし、金のジョウロもゲットして、金バラを作れるようになってます。いずれ、一面金バラみたいな感じのをしてみたいですね。この辺は、黒い花を置いています。いずれは色ごとで花壇を作りたいとか思っています。黒は作りやすいので、もう作っているという感じですね。私に振ろうとしてるんじゃねえだろうな。お前らにとって難しいのなら、私にとっても難しいと思うぞ。なぜそれを手伝わなきゃあかんねん。リサをねとってもいいのなら、その案件、引き受けてもいいぞ。はい、よくわかりませんが、結婚式の写真にふさわしくなるように、適当に家具を置いて、写真を撮ってあげればいいという感じでしょうかね。改造、こいつの喋り方的に、脳筋キャラだろこれ。くたばれ。前歯抜けちまえ。一生出てこなくてもええぞ。ほえー、まあ、好き勝手に置かせてもらうで。ピンクをメインに株を置いてほしいみたいなので、ピンクで固めましょう。ふう、置けた置けた。文句のつけようがない、ピンク色の家具ですね。適当に空いたら隙間が目立ったので、並べ直して、綺麗に置いています。どうや？これで満足したか？いい写真が撮れたらしい。これでいいらしいぞ。こんなソフトクリームまみれでもいい写真だと言ってくれるって、このカップルは、相当あれみたいですね。さて、また場面が変わって、新住人探しのコーナーです。うちの島の豊臣様が出ていきたいということで、猿物を追わずでいなくなっちゃったので、新しい樹可愛すぎるやろ。一発目だぞこれ。今回は良さげなキャラがいたら即決しようと思っていたんですが、一発目で終了ですわこれは。うちの島で、一二を争うくらいの可愛い住民やろ。マジで、めちゃくちゃええやろこれ。このゲーム、ミスズがやたら人気らしいですが、私の目から見たら、ミスズよりもカモミの方が数倍可愛いと思います。今後の愛着次第ですが、こいつはしばらくうちの島にいてもらうことになるかもしれないですね。あ、そうそう、うちの島で、ようやく一つ目の写真をゲットできたので、記念に動画に残しておきます。写真をくれたのは、つかさでしたね。初期住民ではない、結構後からうちの島に来てくれたキャラです。最初はあんまりでしたが、最近は割と愛着が湧いてるキャラなので、写真をくれたのかもしれないですね。あ、今から、ジューンブライドあるあるをしたいと思います。共感を得られるかもしれないことをやりますよ。
結局私のようなひねくれ者からしたら、なぜそこまで興味ない奴の結婚式の写真を毎日撮らなあかんねんということになっちゃうわけで。そうなるとこんな感じで、いい加減に株を置きまくることになっちゃいますね。一日二日くらいであれば、多少気合を入れるかなぁと思わなくもないのですが、30回これをやることを考えると、こんないい加減なことをしてしまいたくなりますね。というわけで、今回はこのくらいにしておきましょうかね。それでは、ご視聴ありがとうございました。これを片付けないと出られないというのが面倒なので、これをやった後は、ゲームを終了してます。しゃあない。